はい、えー、こんにちは。今回もナミさん、メッセージありがとうございます。今回の事件はですね、まあ、なんでね、たくさんのライブをするのか、たくさん動画を上げるのかってことをお話ししようかと思います。で、そもそもビジネスに必要な3つの要素ってのがあるんですよ。これがですね、商品を作ること、集客をすること、販売、セールスをすること、この3つなんですよ。この3つができれば、お金は入ってくるようになるんですよね。 でも多くの方は商品を作ってないんで商品の値段もついてないんですよ。だから売り上げ上がるわけないですよね。で、商品作れた人、値段をつけた人でも集客をしてないからセールスって成功しないんですよ。集客ないところにセールスって成り立たないですからね。だから集客のためにライブ放送してみたりとか動画をたくさん上げてみたり SNS に書き込んだりとかっていうふうな露出をすることによって 知られていいく状態を作らなくちゃいけませんよね自分のことを知っている人に対してのセールス知らない人にセールスってできませんからね、うん、で3つ目はセールスなんですけどもこれがいくらですっていうふな販売をしていかなくちゃいけませんどんなメリットがあなたにはありますとかねどんな悩みを解決できますみたいなことをきっちりとお話しすることになりますで私がねやっぱり動画をたくさん上げてるのはなぜかっていうとこれ集客のためなんですよどんな動画もそうです そうですね。先日私 ATM に行ってお金を入金したんですけども、入金してる間ってぼーっと立ってるだけじゃないですか。だから、集客のために入金してるところの動画を撮ることはもう習慣になってますね。で、昨日はね、えー、テーマパークにヤマトくん連れて行ったんですけども、ヤマトくんと一緒に過ごしてるところを、やっぱりね、写真や動画で撮るわけですよ。それは普通に 子供と過ごしていったら写真の一枚ぐらいみんな撮ると思うんですけどもそれを公開するのか公開しないのかなんですよね私は公開することによってそれが露出になり集客になるって分かってるんでやっぱりね集客に生かすために動画を撮ったりするんですよその前の日は公園に行って砂場遊びをしたり滑り台をしたりブランコ乗ったりしましたけどもやっぱり子供の記録っていうところもあるし露出を一本でも増やそうかなと思って動画を上げることになりましたね 車を買えば車の動画を上げるしいや買わなくてもあこんなもん欲しいなみたいな妄想を話すこともありますし宇宙人に会ったらどうするみたいな動画もありますつまり自分っていうものを切り売りして露出することによって気に入っていただける方とか信頼していただける方を探してるわけなんですよねで商品を作ってるところっていうのは、うん、基本的にわざわざ見せたりしませんけども まあでも見せてるところもあります。どのように商品を作っているのかとかね、うん。それからセールスをどのように行っているかも、この辺はっか塾の熟成さんに対してレクチャーするところではあるんですけども、一般公開動画としてあげることもありますね。つまりね、ビジネス活動っていうのは、うん、この、いかに皆さんの前に自分をさらしていくのかってことだと思うんですよ、うん。だからどんなところでも出していこうかなと思ってるわけなんですけどね。はい。それでね、 それが積み重なっていって凡事絶対になるわけなんですけども結局それをやって売り上げが上がるから、うん、やめたくないわけですよねでやるのが楽しくなってくるんですよ最初の頃はこうではなかったんですけども、うん、最初はね週に一回のライブ放送から始まったんですけどもすぐに毎日になったのは週に一回だと全然話し足りないうちに時間が終わってしまったりとかライブ放送一時間まあ当時九十分だったんですけどもね最後の三十分からどん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  視聴者数が増えていくっていうところを見たからなんですよ。通常放送を続けていくと、最初から見た人がいろんな事情で離脱していって、数字が視聴者数って減るんですけども、視聴者数がライブの時間とともにこうやって上がっていくってことは、最初に見ていた人も辞めないし、途中からたまたま来た人もずっと見るしみたいな流れだと思ったんですよ。まあ、ですんでそれを毎日続けていったわけなんですけどね。まあ、今ではね、ちょっといささか話すジャンルが広すぎて、 視聴者数ってのはそんなに多くなくなりましたけどもね。まあでも、それでいいかなと思ってます。はい。じゃあ、こんなとこですかね。ぼん徹てって。うーん。ナミさんもいろんな動画を送っていただいて、で、チャンネルもたくさん増やしてるみたいなんでね、運営大変だと思いますけども、頑張ってください。えー、私の場合は、チャンネル1個しかないというね。1 <laughs> 個でやるみたいな感じですね。メールアドレスも1個だし、YouTube チャンネルも1個だし、みたいな。この前ね、 アカウントに制限喰らった時にサブチャンネルが突然できましたけども、あれも結局もう使ってませんしね。一個、一つの道で行くみたいな感じになりました。それじゃあ、ナミさん、次回の次元もお楽しみに。いってらっしゃい。